どうも高井です。コンセプト、アンチに告げる理想と現実。この動画はファンに対しての動画ではなくてアンチに対しての動画です。なのでもしファンの方がこの動画をご視聴いただいているのであれば、非常に耳障りな話をしますので、この辺りで動画を閉じていただいたら心はまだ穏やかに済むんじゃないでしょうか。私のコンセプトである2分から3分の動画っていうのは、人が3分以内であれば集中して聞けるよねっていう、その情報をもとにしています。この3分以内に圧縮して届けるってことをスタンスしてやっていると、どういうようなアウトプットが中心なのかというと、一貫性があるネタしか使えないんですね。本音であれば一冊丸ごとアウトプットしたいんですけど、結構きついよなとか、圧縮して限定して届ける、それが限界かなっていうのは今の感覚です。この感覚をゲーム感覚で話していくと、レースゲームです。レースゲームが一番近いかな。レースゲームでスコアアタック、どれだけ早くクリアできるか、どれだけ早くゴールに入れるか、そういうゲームってありますよね。中でも一番近いのはモーターストームじゃないかな。モーターストームってマップの表示がないんですよ。一般的レースゲームはコースがあって、そのコースのマップがあるんですね。でどこで曲がればいいのかっていうのはカーナビゲーションで見れるんです。でもモーターストームはそれがない。事故ってようやく最短ルートを見つける、それはモーターストームです。読書はまず見つけて、自分自身の頭の中でどんどんパラ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 めくった内容を、こういう内容なんだなってことを少しずつ調べていく。ただ完璧とは言い難いよ。たとえ1週間読み込んだとしても穴はどこかにあるとは思います。そういうのは読書ですからね。1週間2週間読み込んで、あ、なるほどで満足っていうのになっていく。それを3分に圧縮してアウトプットしようっていう、それが私のコンセプトでもやってることなので、一概に私が悪いよねっていう話になったら、確かにそうかもしれないってなるんだけど、3分で圧縮するって結構しんどいよねって思いながらも、本を読むのは面白かったりするので、このコンセプトのままやって鍛えていこうかなって思ってるんですよ。皆さんの、もしかしたら私の動画の評価というのはもし低いのであれば、それは皆さんがもしかしたら私の方がもっとうまくやれる、お前なんかと比べんなって思ってて、自分自身の思い描いた理想というのは高くて、私の動画に対しての不満がでかいっていう、それだけなんだろうなって。動画を投稿し始めてから あとちょっとで5年かな経つんですけど、その5年目になって思うのが、1年目と比べたらだいぶ成長してるなっていう感じなんですよ。最初ってレンズに対してこうやって目を見るというか、レンズを見て話せないし、もうこんな感じですよ。こんな感じ、もうほとんどの動画って、ほとんどの顔出し動画っていうのはカット編集すごくないですか。秒的にカットカットカットって、こうやって目を見て話すってことはできないですよね。顔出し動画で、しかも本のアウトプットってすごいハードルが当時から高かったっていうイメージあるんですけど、実践してみて初めてわかる。もし私自身のコンテンツでお前と比べて言えば私の方がもっとできるよっていうのであれば、下にね、私のメールアドレス載せてるので、あなた自身のコンテンツを送っていただけないでしょうか。それで、あ、こうやって作ればいいんだっていう、学ぶっていうきっかけにもなるので、チャンネル登録者の数、もしくは動画の評価で私のコンテンツを、現時点でのコンテンツを評価されているのでしたら、それはちょっと違うかなと思ってこういう動画を撮ってみました。ぜひとも
あなた自身の返事待ってるので、メールお待ちしてますよ。それでは。